はい、続いてはこのニュース。ギャル誌ナッツ復活決定。ナッツ、ナッツ。2016年4月に休刊していたギャル雑誌ハッピーナッツ。なんで2回言ったんだ。復刊および専属モデルオーディションの開催が発表されました、うん、ハッピーナッツは年齢を重ねてでもタフ&セクシーなポリシーを持った女性のためのカラオケセクシーですね。カラオケセクシー&セクシー、セクシー、タフ&セクシーですね。これはコカ&インコカ&インやってない出てないです。辛口強めギャル雑誌として2004年11月に創刊。おしゃれでセクシーなギャル系ファッションを中心にクールで大人かっこいいスタイル、盛りすぎないフェロモンメイクなどを提案し、姉ギャルたちのトレンドを牽引してきました。なるほど、そうなんだ。いいね。なんかギャル復活の兆しはあるね。ちょっとギャル元気ないもんね。そうですね、街にね。街にギャルが溢れてるって感じじゃないじゃん、今。清楚系ですか、ね。うん、どっちかっ、そろそろだから、はい、また来るね、周期だから。なるほど、はい、ギャル絶対来ますよ。もう俺にとってはもう最高の時代が来ますよ。最強ギャル、最強ギャル、うん。ギャル好きじゃないんだっけ。めちゃめちゃ好きです僕。ああ、ギャル、そう、はい、ちょっとギャルやって。ギャルやって、うん、新しいギャル、昔のギャルとかじゃなくて、ネオギャルっすか。ネオギャル、ネオギャル、お前が提案してってよ。あ、新しいギャルを。ギャル、ギャル、ギャル、ギャルっぽさあるんですもんね。でもね、うん、ギャルなんか。じゃあ言葉あれして、あ、すごい楽しいっていうのギャル、すごい楽しいっていうの、新しいギャル語を作ってる。ああ、ギャル語すっごい楽しいですもんね。ねえ、うん、ね、師匠、師匠。じゃなくて、ギャルだから。ギャル、ギャル、ギャル。ギャルです、ギャル。すっごい楽しい。すっごい楽しい。うん、昔で言うと、あげぽよ。最近で言うと、あげぽよとかな。ちょっと待って、ちょべりぐみたいな。ちょべりぐみたいなことですかね。ああ、いいことありますね。頼むよ。流行らせよう、お前。流行らせよう。こっからですよね、発信。ここが発信源だった。うわー、やばい。ちょっと待った。チャンスだ。はい。どっちにせよ、ハッピーいいぞ、いいぞ。持っていけるよ。100個いけ、100個。お前ら出せるから。ジョーのジョーのジョーいいじゃん。いいじゃん。いいじゃん。ジョーのジョーのジョーいいかも。いいっすか？めちゃめちゃ楽しいってことだろ。いや、いいかもしれない。流行るかもな。酒井ちゃん、今の気分どう？ジョーのジョーのジョー。むっちゃむかすんね。めちゃめちゃいいじゃん。生まれたかもしれない。ああ、これはもう明日からだな。そうっすね。ちょっとやばいよ。ジョーのジョーのジョー。ジョーのジョーって言うと。すげえ。ここからあいつらが略し始めるから。ああ、そうか。もともとはここだったんだね。すげえ。やっぱお前向いてるよ、だから。ギャル。ギャル向いてます、俺。ギャル向いてんのかな、俺。ギャルで、ハルワン出た方がいい。見てぇ。ジョーの、ジョーの、ジョーの、ジョー最後。ジョーの、ジョーの、ジョーの、ジョー、流行るんじゃないの？いや、いいと思います。酒井の流行語取れるんじゃない？いや、これあると思います、本当に。ちょっと、あの、ひらくの前とかでもさ、ちょっとしらっと言っといて、お、ジョー、ジョー、ジョーだなーって。なんかもう流行ってるもんとして、もうギャルたちの間では流行ってるもんとして、もともとあるもんみたいに、役の前で使う。うわ、なんて言うんだろう、ダサいか、ダサいか、ダサいよね。ジョーのジョーのジョー、まあおじさんが、おじさんのもろおじさんだけど、いや、わかんないから。でもな、確かにそうですね。どういうか、確かに流行わかんないですからね、やっぱ。意外にしてよ。代だ俺、FM 徳島。こないだ定食屋に行ったら、うん、高野豆腐の小鉢をおまけでつけてくれました。ジョーのジョーのジョー。そういう時もう流行ってる、浸透しだしてる。すげえ、最高だ。チェコの大砲 FM 栃木。鼻くそほじってたらとんでもなくでかい鼻くそ採掘できたよ。ジョーのジョーのジョーギャルっぽくないんですよね、やっぱね。髪の毛が。そうか。そうか。ちょっとギャルっぽく言わなきゃダメだ。そうです。話題がやっぱギャルっぽい方が。ジョノジョノジョー。
すぐアレンジ早がすぎますよ。ちょっとアレンジこれ。ジョノジョノジョ。渋谷って場所どうですか？ジョノジョノジョ。なんか DJ みたいな。そうだよね。それノリはやっぱあの、まあ、ノリはそうだね。渋谷は大事ですけど。まあそんな感じ、まあちょっと流行生まれてしまいましたジョノジョノ。まだちょっとギャル情報ね、ちょっと9時台もお送りしていきたいと思います。チョベリグよりはいいんじゃない、ジョノジョノジョノ。チョベリグって相当流行りましたからね。流行ったよ、アゲポヨ、アゲポヨ、ジョノジョノジョノ。いや、あるやん、アゲポヨなんていまだになんだよって。っ、うん、だってクソみたいなの。いや、まあまあじゃ あ, さあの気分が悪い時はどう、逆は。あー、気分悪い時はゲーのゲーのゲーダメだよこれは。メール、ラジオネーム、ノルウェーバック FM 福井。 R1 速報、野田クリステルさん優勝しました。すごい。ふときよしこ先生の予想また当たりました。すごすぎませんか。ジョーのジョーのジョーですけどさらっと使うと当たり前みたいに。いや、ちょっと自分が怖いぐらい。すごいっすね、マジで。ミルクボーイも当ててるしね。はい、ライス、ライスも当てた。まあ今回だからこれ、いや、すごいんじゃない、勝率で言う。確かにマジで。当然島田なんか超えてるわけだけど、俺はあの変態仮面 もう超えてんじゃないマジで。いや、すごい。そう、的中率、いや、すごい的中率です、本当に。すごい、なんか上の上の上だな、なんかさらっと言う。ジョノジョノジョ。使ってくれて、ほんと。ジョジョにね。新ギャル語。いや、これなんて言うんだろうな。いや、これジョノジョノジョだな、つって。えって言うだろうね。一発目さらっと言ったら怒るでしょ。怒る大きめにやんないと、やっぱ一発目は。はい。なんだよって言ったら、いや、これギャル語でって言ったら、信じるだろうね。いや、信じると思う。信じるよな、絶対。そうそう、疎いとこあるからな、そういう。騙すか、騙しようかな。だまそうよ。流行ってるジョーのジョーのジョー流行ってることに。そうっすね。さあ、有吉サンデーネットドリーマー、私が有吉弘行でございます。アシスタントこちらお二人、はい、アルコ&ピース酒井健太とグリーンピース落合です。はい、どうぞお願いします。お願いします。イエスイエスイエス。あのね、浮かれてる場合じゃないのよ。ええ、ちょっと酒井にはちょっと一つ問題があるんですよ。問題先週の放送の時にね、はい、まあ俺がちょっとはしゃいじゃって、はいはい、有吉ベースっていう番組で、はい、情の情の情をね、はいはい、酒井に振っちゃって、はい、酒井の調子に乗ってやって、はい、シーンとして、はい、俺ら共犯で滑ったわけなんだけど、はいはい、だから今後まあそういうことがないようにって俺は心に留めといて、はい、まあ情の情の情の乱暴な使い方、はい、もうだから情の情の情を早く殺してしまうようなことはやめようと思ってたんだよ、ね、なるほど。そしたら先週あの、はい、まあ今週か、はい、有吉の壁っていう番組の収録がありまして、はい、はいはいはい、そこにアルコ&ピースお二人で登場して、はい、あのオープニング、はい、でレギュラー会は初めてはあアルコ&ピースですね。はーい、ジョーのジョーのジョーシーン。お前なんでやったんだよ。いや、あそこしかなかったっすね。ダメよ、壁でジョーのジョーのジョーはやっぱやっときたいって考えるとあそこしかなかった。完全にこれはね、宣言します、ジョーのジョーのジョーは死にました。うわー、マジか。死んじゃったか。死んじゃった。もうそれはもう完全にギャグみたいに、ジョーズジョーズジョー死ん、うわー早いな死ぬの。俺もね、今回友人にするわけにいかなかったからね。知らん顔して。いやいや、知らん顔して僕には助けてくれって言ったのに、死んの死んの死んって言わなかったんすか。これはね、いや、もう2回目だしね。あ、そうですか。酒井のもう完全なるもう見切り発車というか、あ、完全に単独死。悲しいな。そうですね、孤独死しちゃったんすね。大事に、あの言葉を大事にできなかったっすね、やっぱり。どうしたあれは。うわ、そうなんだ。なんで、ジョーのジョーのジョーって言っちゃったんだ、オープニングで。
いや、もうやる、やりたかったっていうのは正直な。やりたかったです。やりたかったです。すいません、本当に。ちょっとだからこれは完全に死にました。うわ、マジっすか。うん。ファンだったのに。本当に申し訳ないです。ええー。お前は、城の城の城殺しとしてな。松代まで語られるぞ。作った人が作った人が死にました。うわぁ、もう悲しいよ。また次のギャル語探していかなきゃいけない。うわぁ、相当良かったですね。もうだからこれはもうちょっと難しいよ。一回もう、滑るギャグっていう入りから入ってるから。こっからやっぱりちょっと、城の城の城再生工場。いやあれ超えれないっすよ、やっぱり城の城の城。ちょっと厳しいね。大切に。使い方ないと間違えてましたね、ちょっとね。あそこじゃなかった。いや、多分、オープニングで、ドンというギャグじゃないから、あれ。ああ。やっぱり、チョベリーバーとか、やっぱり、揚げぽよみたいなもんとか、なんとなく、さらっと言って、みんなが、え？何何？何情の情の情ってって言わせないとダメなんだよ。うわぁ、ミスった！情の情の情シーンじゃないんだよ。一番、テンションで言っちゃったんですね。ギャグじゃないですか、ね、それもポーズつけんね、上を向く。うわ手を上に向けてあげる。わかりやすい。やっぱそうか、それギャグとして認識してますね。やるものってやっぱそういうなんか一つ、モーションも必要だと思って。で、ちょっとなんとなくの感じで言うと、はい。平子も知ってたなって感じ。あー、なるほど。情の情の情を突然言っ、堺が単独で言って、はいはいはい、平子が戸惑ってる感じじゃなかった。なるほど。情の情の情ってやった時に、んっていう顔してた。それ滑って、滑った途端に、ちょっとなんか、まあ、堺のせいですけど、みたいな顔だけしてた。最悪だよ。最悪だ、本当に。やばい。本当に。情の情の情殺し。まあまあちょっとな、まだでも諦めたくないけどな。そうですね。そうっすね。だからもうこれはだから、ちょっと申し訳ないんだけどさ、堺、はい、の手からはもう離れたかもしんないな、情の情の情は。ああ、そうなんだ、ね。ああ、でも言葉ってでもそういうもんですよね。そういうもんね。100日後に死ぬワニがもう作者の手から離れて大きな話題になって、はいはい、なんかクレームすごいんだろ。なんでか見たいっすね。なんでか知らないけど。騙されるの嫌なんだな。別にいいけどな。騙したわけでもないけどな。嫌なんだな、あれな、なんかな。思ってたのと違うと思ったらもう、うわーって。だから、情の情の情ももうちょっと、申し訳ないんだけど、はい、堺はもう、開発、その言葉を作った人ではあるけど、え、後の運用に関しては、我々、電通に任せてほしい。電通。騙された人。騙されたと思ってる人。いや、だからちょっとよろしくお願いします。ちょっとお願いします。じゃあ、あと任せますよ。情の情の情はもう、お前もう言うなよ。権利を主張するなよ。うわ、これは終わった。悲しいけど、もう、権利はもう買い取ってるから、こっちが。はい。T シャツ作っていくし。うわ嬉そう。アニメ化していきます。うわアニメ化情の情の情。あなたにはもう、ね、絶対一切入りません。お金は。主人公、情じゃん、絶対。騙された人。